あ、それね、あの収録ディレクターします、ギター D と申します。あ、ゆうたさん、よろしくお願いします。怪物くんと申しますって。あ、本当ですか、YouTube 登録が。48人おマッチングアプリで48人、二次元ばっかだったんで昔は。あ、ポケモンの霞とかが好きで、ショーパンなんですよ。あ、これその足のライン見てちょっとあれで結構小学校の頃はめちゃめちゃなったんですよ。600万円ある。あ、600万円ありますね。大学2回中退して、およそ2回中退、はい、養成所4回ぐらい、うん、で東京上京しまして、でそっからですね、うん、何期生になるんですか。一応最初16期になりますね。16期なんで、まあ、同期だとユニバースとか、はい、コロチキさんもそうですね。あ、そうなんですか。コロコロチキチキペッパーズさんとか、あとでも霜降り明星、うわー、すごい世代ですね。そうですね、世代がすごくて、あ、でそこで行ったんですけど、まあバイト全然見つけなくて、うん、うん、だ10社以上受けたんですけど全部お断りされまして、レンタルビデオ屋さんとか、なんかいろいろやったな、バッティングセンターのなんか機械をなんか操作する人みたいな、本当は応援したいんだけどなんか定期的に入れる人の方がいいってなっちゃって、なんか当時はでも食パンとあの水道水、うん、お金なかったっす、お金やばかったっすね。で親にもこんだけあの迷惑かけてるんで迷惑かけられないなってなって、でやる気もどん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 落ちちゃって、で一回あの出かけようってなった時に僕倒れちゃったんですよ。ほんで多分ね時間20分ぐらい気失ってて、体重測ったら20キロぐらい減ってて、あ、そう、東京上京する前、あ、そうですね、うわ、これやばいってなって、これ死ぬ死ぬってなって、親に電話して、ちょっとごめん大川さん、ちょっと本当ごめんだけど俺もうこの生活耐えられないっつって、ちょっと北海道帰りたいってなって、で、あんたいかにしなさいよって言われて、でももう無理なんだっつって、もう強行突破でなんか荷物を全部実家にこう大和電話して単身パックで、なんでこの東京って怖いし外も出られなくて、なんか人が多すぎて、なんかもうそれがなんか自分に合わなくて、それでもバイトしてなくて NSC の授業が不定期であるじゃないですか。そうですね。空いてる時間は何してたんですか。空いてる時間はもうマス書くぐらいしかないですね。なんかネットも引かれてなかったんで、落ちてる古本とかエロ本とか拝借して、それで書いてましたね、マス書いて、それで食パンと水道水とマス書いてって生活してて、そっからあれですね、もう働けって言われたんで、あの引っ越し、大和引っ越しセンターで、あの最あれだ、時給630円とかだったんですけど、安いっすね。あの北海道はめっちゃ安いんですよ。あ、そうなんですか。当時630円であんなね、きつい仕事。きついっすよね、ヤマトって。ヤマトはきついっすね。いや、かなりきつかった。結構怖い人多かったっすね。あ、お前何やってんだ、早くやれとか。本当にもう舐めやがってと思って。やめちゃう。1年間はやったんですよ。あ、でも結構すごいっすね。やりました、やりました。あの金を稼ぐっていうのが、あ、こんな感じなんだと思って。ああ、なるほどなるほど。それを結構身に染みたんですよね。うん、こう。だから俺もなんかこんな200何万とかね、その当時200何万ぐらい親にこう出してもらってたりしてたんで、その後にもう一回大学行こうってなったんですよね。もう一回行くんですか。はい、ちょっとワンチャンくれよって。はい、それなんでなんですか。なんかやっぱ大学でもう一回野球やりたいなってことになって。あ、そこでまた野球戻るんですか。そうですね、なんかパープロも当時やってたんで、その時もはい、なんかそれやってちょっとプロ行けるんじゃないかと思ってまたちょっとだから結構なんかパワープロに揺さぶられた感ありますね、うん、なんかあと同時にその実家におばあちゃんいたんですけど、はい、であんた福祉の仕事とかいいんじゃないの、優しいからって言われて、そっから福祉の大学いいかなってなって、野球も強くて福祉も学べる大学行こうってなって、日本福祉大学っていうなんか愛知の大学行きまして、あ、北海道から次愛知行きました、ね、野球部で一回見学しに行きまして、硬式野球部、うん、で
で行って「おお、何か見学の人なんですか？」って言われたんで「はい」っつって、ちょっとじゃあ球投げてみてもらっていいかなって、ピッチャー志望って言ったんですよ。やっぱピッチャーが好き で、うん、でちょっと投げてみたらもう全然ダメで、うん、コントロールめちゃくちゃで、君これじゃ入学できない、入団できないよっていうか入部できないよって言われてまして、入部できなかったんですね。入部が拒否られましたね。このレベルで多分あのついていけないよって言われて、でそこを一応まあプロ野球選手2人ぐらい輩出してたけど、東海リーグでも上の方の、うん、何のためにここ来たんだってなっちゃってで一応車椅子の講習とかもあって授業で、それ夏場だったんですけど、でやっていくうちに俺なんでこんなことしてんだろうってなって、うん、そうだちょっと声優になろうってなって、あそこから声優ですかそうなんです、声優になろうって言って声優はなんでそのやりたかったですか？なんかアニメの影響ですか？アニメ、そうですね、あのそのドラゴンボールがめちゃくちゃ大好きで、お、はい、ちょっと野沢雅子さんに憧れちゃいまして、あ悟空の声優さんですね、はい、それでちょっと俺も野沢雅子さんになろうってなって、はい、こんななんか車椅子やっててもしょうがねえなと思って親に電話して、俺ちょっと声優になりたいからちょっとごめんだけどやめさせてくれって言われて、いやでその時はマジで親泣きましたね。 あんたにどれだけお金かかってると思ってんのよって、いやそれはやめなさい絶対に許さないよって言われたんですよ、やっぱり。でも俺の人生だから本当頼むよと、うん、こんなやっても俺身にならないしやりたくないんだこんな車椅子なんてって、うん、で俺声優に本当になりたいから次は本当に、うん、あの真剣にやるって、もう結構何回もまあそうですね3日4日ぐらい考えさせられましたけどどうするか、あでもやっぱ自分の人生だし、じゃあお家に帰ってくんじゃないって言われて、うん、もう家は家いられ入れないっていうか、うん、もうお父さんもめちゃくちゃ怒ってるし、うん、もう居場所ないよって言われて、うん、でそのままだからどうしようってなって東京に上京して、であの最初の初期費用っていうんですか、はいはいはい、アパートの、はい、それだけは払うからもう本当にしょうがないから、で、うん、家賃は私ら知らないから自分でどうにかしなさいって言われて、うん、大学辞めたのは福祉の仕事して、うんうん、アルバイトアルバイトですね、で1年間やって、うん、一応貯めて声優学校は自分の金で出した。あ、そうなんですね。はい。それはいくらぐらいだったんですか？ね、45万ぐらいだったかな。うん、ああ、まあそれはバイトしてね、貯めて。バイトして、貯めて。うん、なんか、声優学校がなんか、レベルがあって、はい、なんか最初はなんか、台本渡されて、こう、うん、劇みたい、演技力を磨けみたいな感じで言われまして、はい、なんか最後らへんかな。なんか先生に「なんか君はちょっとあの声の仕事より表舞台に立った方がいいよ」って言われてほんでちょっともう声優諦めまして、そっからそこでどれぐらいその目指したんですか？一応期間的には1年間一応、ああ1年間目指したんですね。なんだこれと思って、金払ってんのこっちは、うん、私はそうですね、ふざけやがってと思って、でも向いてないのは向いてないんだろうなってもなって、うん、じゃあちょっともう声優は諦めてお笑い芸人になろうってなって、うん、あまたお笑い芸人に戻るんですね。そうそうそう戻りますね。でもうすぐ行きたかったんで、うん、あの養成所人力車っていうところの学校行きまして、はいはい、それが60万かかるんですけど、なんか金結構なくなっててで親にちょっとあの出してもらって、絶対売れるから売れて返すから絶対にって約束するって、今度は俺信じてくれって言って言ったら、あの一応60万出してもらえたんですよ、なんとか頭下げて。で2回ぐらいテレビ出たんですよね、その時養成女性で、はい、なんか一番 なんか面白くてもお笑いを続けてる人みたいなやつの枠で出て、はい、その間めちゃくちゃ解散しまくってて10組ぐらい解散してる。あコンビ組んで解散、コンビ組んで。あそうですそうですね、はあ、10組なんかあの滑ったら相方のせいにする癖があって、お前のせいじゃねえかって言って、結構それで結果になった。だから俺はいい素材ある持ってんだから生かせよっていうのを何回も言ってんだけど全然生かせるやついなくて、うんうんうん、でそれで解散とかになって最後はやっぱピンになっちゃったんですよね。うん、でピンネタ見せて、ちょっとこれじゃお前ちょっと人力車所属できないよって言われて、う
所属できれなかったんですよ。ダメって言われまして、いや60万どうすんだよ。確かにそうっすよね。何も残ってねえなと思って、まあ、養成女性として出てたんで、もし所属できなかったらどうすんのっていうのを聞かれてたんですよ、うん、MC の人、うん、その有吉さんと劇団ひとりさんと、うん、ビビる大木さんの番組に呼ばれて、はい、すごいですね。ビビる大木さんが渡辺プロ、鍋プロの人だったんで、はいはい、で吉本と人力車行ったから、じゃあ次鍋行こうかなってなって、はい、ここで鍋受けまして、うん、なんかお金あんまたまんなかったんで親に出してもらって、はあ、それが50万ぐらいでしたね。ああ、なるほどなるほど、はい、だんだんそれで膨らんできてるわけですね。膨らんできて、そうなんですよね。頑張ってやってたんだけど結局なんか所属できなくて、それも、はあ、なんかもうふざけんなよと思って、それでなんかお笑い、あ、お笑いでもまあそうね、別に就職したくなかったんですよ自分は。就職したら負けだと思って、あ、だって毎日こう働いて、ね、はい、寝てっていう生活、うん、何が面白いんだと思って、ね、自分の中で、うん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 、だからやっぱお笑い芸人もプロ野球選手、ゲームクリエイター、声優、あ、お笑い芸人か、お笑い芸人と何でしたっけ、プロ野球選手、お笑い芸人、ゲームクリエイター3つあったんですけど、はい、もうゲームクリエイターの夢はもう終わって、はい、でプロ野球も終わってるから、はい、残りやっぱお笑いしかなくて、うん、諦めきれなくて、うん、とりあえず絶対所属したいなと思ってたんで、うんうんうん、確実に所属できる吉本、うん、そこは所属できるんですね絶対に、絶対に、うん、でそれが44万ぐらい で、うん、でそれも親に出してもらったんです。俺吉本一回入って辞めてるんですよ。辞めてるんですよ。16期で辞めて、で22期でもう一回入り直して、だ吉本、人力車、渡辺は吉本で、養成所だけで200万くらいかかってしまって、こんないないんじゃないかなっていう。なるほどですね。うわ、この、あ、すごい、いろんな、うわ、うまそう。ビールですね。あ、ビールちょっと、麦うまってなんか業務スーパーなんか、え、見たことないです、これ。はい、飲んでみてほしいね。安いんですか。いや、安いです。6、70円くらいですね。え、70円これ？ 70 円とかじゃなかったかな。70円くらいで。70円？はい。安いっすね。ワンケースで、あ、ワンケースじゃない、6缶のあれで、400ちょいとか。いただきます。はい、そうです。うまい。めっちゃうまいよ、これ。うん。うん、うまい。うまいっすか？うん、おいしい。やばいやばい。最高。これなのよ。すごいっすね。びっくりが。めっちゃうまいっすね。いつも結構早食いですか？うん。あ、そうなんですね。うん。うめ、うん。うま。あー、うめ。始めたのはどこのタイミングですか？もう最初から上田さんと一緒にやってたんですか？そうなんです。あの上田さんと会ったのが吉本の時で。お、え、上田さんも芸人さんなんですか一応？作家さんですね。放送作家コースっていうのがありまして。あ、そういうことですね。あ、で僕、あ、東京校なんですけど、向こうは大阪校っていうのは、はいはいはい、大阪校にもお笑いと作家コースっていうのがあって、はいはいはい、合同合宿っていうのが夏あったんですよ。作家コースの人全員に頭下げてちょっと名前覚えてもらおうと思って、なるほど、こうお願いします、お願いします、はいはいはい、って言ってたんですけど、でその時に同じ班にいたのが上田さん で、うん、でそこからちょっと仲良くなってて、
僕は東京戻ってお笑い活動して、うん、向こうは大阪戻ってまあ作家活動してて、うん、タイミングでなんか LINE 来て、うん、どっかのタイミングで今ちょっ と今頑張ってますみたいな、ああ頑張ってますみたいな、うん、なんだ ABEMA TV の番組を担当してたみたいで、なんか東京に来てると今、はい、でも東京住んでるんだってなってて、うん、じゃちょっと久しぶりに飲もうかってなって、それで飲むことになりまして、うん、で当時僕はなんかいろいろあれだ、トリオでもなんか YouTube チャンネルやってたんですよね。あ、今の前に、はい、ですね、はいはい、でそこでちょっと手伝ってもらってたりしてた上田さん。あ、なるほど。で、はい、そっから僕がその解散して、はい、チャンネルも畳もうっていうタイミングで、はい、声かけていただいて、はい、一緒にやらへんかって言われまして、はい、そっからあのチャンネルができたっていう感じ。あ、それがやっぱ光景でしたね。やんないともう本当に人生終わってたかもしれないんで、それがうまくハマって機能するようになりましたね。そうですね、それがやっぱ分岐点だったのかもしれないですね、うん、なんかあれでやってなかったらもう終わってんじゃないか、多分お笑いはずっと続けてたと思いますけど、うんうんうん、それでも今 YouTube でもある程度収益立ってる状態で、吉本興業も辞めてるじゃないですか、はいはい、ってことはまるまる収益が全部入ってくるわけじゃないですか。あ、そうですね、折半という形でやらさせて。上田さんと、あ、僕と、はい、両親の方に返済はしてっていうんですか。あ、そうですね、一応あの動画にもしまして100万円返済して、おあと200万も返済してきました。すごい。そうなんですよ、だから一応300ちょいとかになって半分はあの払いました。その両親なん、両親はもう1回目の返済の時はめちゃくちゃ泣いちゃって、あの5年ぶりに俺両親と会って、あ、もう帰ってくんなって言われてたんで、あの北海道出てから、あ、そうですね、1回なんかあの結婚式、友達の結婚式、高校の同級生の結婚式の時に1回帰ったんですよ。その時も結構お前いつになったら金返すんだっつって、ね、5年ぶりに帰って俺泣いちゃいまして、めちゃくちゃ感動会になってるんですけど、その動画、ちゃんと親に借金を完済しまして、まあ、結婚して、うん、まあ、孫を見せたいっていうのはありますね。いやマジでなんかやばい、なんか普通に答えちゃいましたけど。いいことだと思います。そうですね、なんか今までなんか迷惑かけてきたんで、うん、ちゃんと完済したい、それは、うんうん、いやでもいい話ですね。いやこれに関してはいい話ですね、うん、から早く嫁とかね、子供を孫見せてほしいみたいなの言ってたんで、でももう別れちゃったし、うん、別れたんですけどね、まあまあまあまだまだいっぱいいるんでファンは、うん、ファンが一番手っ取り早いのちょろいんで、マジでマジでちょろいですよね、ファンって。だからもうマッチングアプリなんてもうやる必要ないんで今は。例えば、そうですね、なんかツイッターとかインスタのフォロワー見て、可愛らしい子に、まあ、DM とか送ればいいんで、ね、会ってやってんだぞっていう、それをだからやっぱり、うん、分かってほしいなと、女の子の、なんか、こっちはなんで怒んなきゃなんねえんだっていうのもあるし、むしろ向こうが怒るのが当然だと思ってる、なんか会ってあげてんだから、なかなかないよ、こんなサービスなんて、しないんで、いつも。まあ可愛い子は別だけど、ちょっとは出しますよ、それでも、うん、でも金持ってればいいな、やっぱ。Check my baby G shock, said it's time. All my thoughts linked up, multiplying, no divide. Dropping hit after hit, never miss, it's a crime. But my karma stay lit, Buddha sit by my side. Put the work in, practicing and learning. Only truth when I spit, write the fucking sermon. Even